日は、チャプター13の、スタンダーダイゼーション and the parametric G formula っていうことで、純也宮本さん、これ、彼は僕の後輩で、なのでこんな感じに話してますけれども、よろしくお願いします。はい、それでは早速行わせていただきます。で、本日のアジェンダこちらですね。で、全体的に、今日、まあ、これを持ち帰っていただきたいというか、まあ、こういうことをお話ししますよというのをざっとここにまとめています。でまず最初ですね、スタンダード、今日はスタンダーダイゼーションをお話しさせていただこうと思っているんですけども、その目的っていうのは、まあ、変数 L で調整して、マージナルエフェクトを推定することというものです。これは 13.1 で説明しようと思います。で次に、スタンダーダイズドミーンは変数 L の数が多かったり、連続値であったりすると、まあ、とても計算が大変ですと。まあ、なので、これをモデリングを使って推定して計算を楽にしましょうというのが、いうのを 13.2 と 13.3 で説明させていただきます。で、チャプター12でやった IP ウェイティングっていうのもあったんですけど、まあ、一応これ目的は同じですと。で、基本的に結果も大体同じようなものが出てくるんですけども、モデルを使用する場合に、まあ、一般的にその結果って異なりますよっていうことを 13.4 でお話しさせてください。で、で最後ですね、モデルによって推定する場合のデメリットっていうのは、まあ、その妥当性を示すのが少し困難である。ということを 13.5 でお話しさせていただこうと思っております。よろしくお願いします。で、まあ、13.1 ですね。で、13.1、ざーっとどんな感じのことを話させていただこうかなと思っているというと、まあ、こちらですね。まず、スタンダーダイゼーションの目的っていうのは、変数 L で調整して、マージナルエフェクトを推定することです。で目的は IP ウェイティングと同じです。で、スタンダーダイズドミーンっていうのは、まあ、こちらの式で計算することができます。というものと、であとは、もし L、まあ、共変量ですね。L が、コンティニアスのものがある場合っていうのは、それが PR という形が、この FRDL という確率密度関数の形ですね。と、あとインテグラルで表すことができますよということをご説明させていただきます。で、チャプター12のおさらいなんですけども、チャプター12で IP レーティングを用いて、まあ、禁煙っていうのが体重増加に及ぼすアベレージ causal エフェクトっていうのを推定していきました。で、その時に、こちらの9つの変数、L 値で調整して、コンディショナルエクスチェンジャビリティというのを仮定していきました。で、チャプター13では、スタンダーダイゼーションとも、スタンダーダイゼーションを用いて、禁煙が体重効果に及ぼすアベレージ・コーザル・エフェクトを推定します。まあ、目的は、要するに IP レーティングと同じですね。で、今回、まあ、今回のチャプター用には、NHEFS っていう、この WATF が用意しているデータセットを使っていこうと思います。で、そのデータ使用書はこちらになります。で、右がそのベースラインのキャラクタリスティックですね。で、まあ、スタンダーダイゼーションはチャプター2でもやったので、まあ、軽くそのおさらいからさせてください。例えば、まあ、全体の集団で、まあ、ある共変量で2つに分かれるとします。今回で言うと、まあ、性別っていうふうに仮定しました。で、この人たちにとって、まあ、ある介入を、禁煙を介入としたときに、まあ、それぞれ禁煙する群と禁煙しない群っていうのを、まあ、こういうふうに出していきます。で、ごめんなさい、これちょっとテーブル 2.2 のデータをちょっとここ出し忘れちゃったんで、ちょっとこれ、妥当性検証しにくいんですけども、まあ、この時、男性で、かつ禁煙した人の群っていうのは、チャプター2では4分の1という割合で、Y が1になっていました。で、まあ、同じように各層を考えていって、で、最終的にこの E の Y の A の1っていうのを、まあ、このいう計算式で出していきました。まあ、こちらですね。で、この2つを、割ってあげて、これが結果1になったんで、禁煙することっていうのは体重増加に影響がないという結論を導き出します。ここでは、性別という共変量で調整したものになっています。で、今回この赤枠で囲ったこちらですね、E の Y の A の1っていうのを、スタンダードライズのミーンというふうに定義します。
じゃあ一方で、この先ほど L の変数1つだけだったんですけども、じゃあ L の変数2つに増やしてみたとき、まあ、どういうふうになるかというと、まあ、こんな感じの、分割の仕方になります。まあ、例えば全体の集団で男性、女性で分かります。で、その後人種ですね。男性のうち、白人の人とそれ以外の人というふうに分けます。で、このそれぞれの4つの集団ができるので、それぞれで禁煙する、禁煙しないの介入を入れていきます。で、そうしたときに、まあ、この L っていうのが、まあ、この、共変量の項目項なんですけども、この男性でホワイトの人が L イコール0、男性でアザーの人っていうのが L イコール1っていうふうな、こんな感じでラベル付けがされていきます。で、この時の、A イコール1の時の、Y の期待値ですね。っていうのが、まあ、先ほどの計算と同じです。まあ、この、A イコール A、C イコール0を、L イコール L を与えた時の、Y の期待値かけるの、その L の分布している割合ですね、をかけたものの総和で表したものが、スタンダーダイスミンになります。でもし L がコンティニュースだったら、まあ、連続値ですね、の場合っていうのは、先ほどのようにこの PR っていうのが、この集団が占めるこの割合ですので、まあ、例えばごめんなさい、ちょっとこちら先ほど少し説明し忘れたんですけども、っていうのはここの割合ですね。すべての全体集合に対して、この男性でホワイトの人が何パーセントいるかっていうこの割合ですね。っていうのを、まあ、こちらに PR として定義しているんですけども、これは連続値の場合、もう、まあ、こんなに、こういうふうに、簡単に分けれるものじゃないので、まあ、そういうときは、確率密度関数っていうのを使っていきます。で、そうしたときに、まあ、こちらもですね、単純な足し算じゃなくて、積分の考え方になります。で、こうやって、スタンダーダイスミンっていうのを求めることができます。で、次に 13.2 に進ませていただきます。で、13.2 で理解すべきポイントをまとめました。で、まず最初ですね。コンファウンダー L の数が多かったり、まあ、変数に複数のレベルがある場合に総の数が多くなって計算が大変だよね、っていうこと。で、まあ、これを簡単にするためにモデリングを行って、コンディショナルミーンというものを推定しましょうね、っていうこと。で、最後に、まあ、これ推定したコンディショナルミーンを使って、スタンダイゼーションミンっていうのを推定することができますが、それは 13.3 でご説明しますよ。っていう、この3点、ご理解いただけたらなと思っています。じゃあ進みます。なんでちょっとモデリングの話が出てきたかって言いますと、まあ、理想的には、先ほどと同じようにこうやってそれぞれの層を分割して、この E の A イコール1、C イコール0と、その L で与えた数の、まあ、期待値の、Y イコール1の期待値っていうのを出して、求めていきたいんですけども、まあ、例えばこの L の数が多い場合って、この、分割っていうのもものすごい数になりますし、まあ、あとは、単純にこれ、男性、女性で分けられればいいんですけど、まあ、例えば学歴とかは、もっと5とか6つとかっていう多岐に分類すると思いますし、他にも、先ほどのようにコンティニュアスのデータっていうのもあるかもしれません。としたときに、しかもそこで、コンファウンド L の数が多くなっていくと、その層の数っていうのが下手したら数百万層ぐらいになってしまう可能性がありますと。なのに対象者が例えば数百人しかいないみたいなことが起こり得てしまいます。なので、ちょっとそれってすっごい計算大変ですよねっていうことで、じゃあこれをモデリングによって、まあ、なんとかできないかなっていう取り組みですね。で、今回NHEFS のデータで、まあこのy の値っていうのはこんな感じのモデリングを組んでいきます。で、それぞれの特徴量で、y にそのウェイトゲイン、体重の増加っていうのを、設定します。で、このモデルによって各共変量とミンアウトカムの間のコンディションリレーションっていうのを、まあ、この青のラインで示したような放物曲線で表すことが可能です。まあ、なんでこれ放物になっているかっていうと、まあ、こういうふうに2次の項を入れているからですね。例えばこれで、2次の項とか入ってなくて単純な線形のモデルだったら、これが放物線ならずに、このリニアになります。で、この時、例えば、これ年齢と、この、コンディショナルリレーション、ミーンアウトカムの、まあ、この期待値ですね。
っていうのを図で表してるんですけど、この時の英字の寄与っていうのは、他の共変量の寄与から独立したものになっています。で、先ほどのモデルで、じゃあ実際に A と L の値の組み合わせごとに、コニシャルミーンの推定値を得ることができます。コニシャルミーンっていうのは、ここのことですね。先ほどはこのコンディショナルミーンに、かけるの、その PR の L イコール L の値をかけてスタンダーダイズドミーンっていうのを算出していったんですけども、まあ、その、コンディショナルミーンっていうのの推定値っていうのをモデルでじゃあ表すことができましたと。例えば、ノンクイッターで男性で白人で26歳でっていうこの人のコンディショナルミーンっていうのは、例えば 0.34 キロというふうにモデルの推定値から得ることができます。ただ、本当に知りたいのっていうのは、このコンディショナルミーンじゃなくて、この PR の L×L っていうのをかけた、スタンダーダイストミーンっていうのを知りたいので、まあ、ここはちょっとゴールじゃないですよね。ということで、この 13.3 で、まあ、このスタンダーダイストミーンっていうのをどうやって求めていくかっていうのをご説明していこうと思っています。で、13.3 ですね。で、ここで理解すべきポイントとしては、13.2 で推定したコンディショナルミーンの荷重平均で、スタンダーダイスミーンというのを推定することが可能ですというものですね。で、具体的には、この1から4の4つのステップで推定を行っていきます。まず、データセットの拡張。で、モデリング。で、予測。で、最後に平均によるスタンダーダイゼーション。というところで、推定を行っていこうと思います。で、まずですね、スタンダーダイスミーンっていうのは、コンディショナルミーンの荷重平均であるということができます。というのは、これが、コンディショナルミーンなんですけども、それに対して、それぞれの、L の層に占める人数の割合というのをかけられているものなのを、総和しているので、まあ、これはコンディショナルミーンの荷重平均であるということができます。で、先ほど申し上げた通り、この L の数っていうのが多くなれば多くなるほど、ノンパラメトリックに算出するっていうことがとても面倒になります。ただ、実はこれって、実は問題とする必要がないというふうに言われています。まあ、なぜかというと、先ほどのこのスタンダーダイスミーンのこの式ですね。これっていうのは、このコンディショナルミーンの期待値であるというふうな言い方をすることができます。ということは、このコンディショナルミーンを、の総和っていうのを N で割るっていうことを行うだけで、まあ、この、推定ができてしまうというロジックが成り立ちます。で、実際に、じゃあ、この4つのステップでテーブル 2.2 にまず適用してみましょう。で、さっき4つのステップって言ったんですけど、まずはサンプルデータの作成、読み込みから行いますので、勝手にこのステップ0を追加しました。で、実際これは、R のコードを動かしてやってみようと思います。で、使用するコードとしては、whatif で提供されている R のサンプルコードを用いていきます。使用するデータとしては、whatif で提供されている NHFS のデータ。これ間違いですね。使用するコードは、サンプルコードなんですけど、使用するデータは、アットフィで提供されている、これはテーブル 2.2 ですね。のデータを用いようと思います。で、まずサンプルデータを作成します。この ID っていうのは人の名前ですね。これ一旦無視で大丈夫です。で、N っていうのは、このレンクスの ID ですね。これは、この対象者の数を一旦この N っていうのに格納しています。で、L は、まあ、共変量 L のそれぞれの値ですね。これをベクトルで表していきます。で、A と Y っていうのも同様ですね。で、ごめんなさい、書いてなかったんですけど、これを最終的に、C バインドして一つのグラフにし、一つの表にしています。で、まあ、このデータを、じゃあ一回用いてシミュレーションしてみましょうというものですね。で、まず、データセットの拡張というのを行います。これ何かっていうと、これがテーブル 2.2 の元データです。
これを、2つまた、コピーして作りますってことをやります。でその時にこの A の値をすべて0で Y の値をヌルで入れます。これをセカンドブロックって言い方をします。で次に、同様に、今度はこちらを A イコール全部1で埋めて Y をすべてヌルで埋めるようなこのサードブロックっていう、この2つのデータセットを作っていこうというのが、最初このデータセットの拡張ですね。で、これ何のためにこんなことをやるかっていうと、今からモデリングやるんですけど、このオリジナルデータで得たモデリングの結果っていうのを、このセカンドとサードに提供します。で、そうして、このセカンドブロックは A イコール0のとき、サードブロックは A イコール1のときのスタンダーダイスミンを推定するために用いていきます。という流れになります。じゃあ実際、それをやる R コードがこちらですね。まず、この対象者 N の数だけ、このマイナス1っていうものを、この1行目ですね、このインターブっていう変数に突っ込んでいきます。これはちょっとまだ気にしないでください。で、オブザーブドっていうのが実際のテーブル 2.2 のデータですね。でこちらに先ほどの L、A、Y っていうやつを、列結合。で、かつ、今のこのインターブっていう、このマイナス1っていうのを列結合します。で、っていうのが、この一番下の表の左っていうのが、この今作ったオブザーブドっていう列なんですけども、このインターブっていう、このマイナス1っていう値は、オリジナルデータですよっていうフラグ付けの値になります。次に、アントリーティッドっていうので、こちらアントリーティッドっていうのが、セカンド、先ほどのセカンドブロックのことですね。こちらです。で、ここに、L と、A はすべて0で入れるので、このリピートの0を N 個入れていきます。で、次に Y の値はすべて NA で入れるという話だったんで、NA を N 個入れます。で、最後に、0を N 個入れていきます。っていうふうにできたのが、この真ん中のアントリートっていう表ですね。で、先ほども説明した通り、この、ごめんなさい、ちょっと消えちゃってるんですけど、これ A ですね。これ Y ですね。で、これがインターブですね。で、ごめんなさい、ちょっと字が汚くて大変申し訳ないんですけど、こちらの先ほどの説明通り、A をすべて0、Y をすべて NA、ヌルですね。で、インターっていうのは、セカンドブロックですよっていうこのラベル付けになります。で、最後に、トリキッド。っていうサードブロックを作ります。サードブロックは、先ほどのと対照的に A を1で全て埋めます。で、Y を NA で入れていきます。で、最後にこのリピートで1を N 個入れます。ということで、最後の、この1の列っていうのは、これがサードブロックですよっていうラベル付けになります。で、最後にこのテーブル22っていうものを作ります。これは、この3つの Observed, Untreated, Treated っていうのを縦に全部結合したものです。っていうのがこのテーブル22ですね。こういったものです。で、こういう表を作ります。要するにこれ全部縦に結合したんですね。で、このテーブル22を使ってモデルの推定をやっていこうと思っています。で、モデル推定するって言っても、なんか同じデータいくつもあるじゃんっていうふうに感じたかもしれないんですけど、この Y が21行目以降はすべて NA になってるんで、基本的にモデルを作成するのに使うのは1から20までのデータのみとなります。なので、同じ人のデータっていうのが2回以上モデル推定のために行われるってことはありません。はい。で、次にモデリングですね。で、A と L を与えたときのミンアウトカムの値を予測するための回帰モデルっていうのを、先ほどの3つのデータセットに当ては、3つってか、ごめんなさい、このテーブル22に当てはめます。で、モデルとしては、こういったモデルを想定します。Y イコールアルファプラスのベータ1かけるの A かけ L ですね。これは、積項を入れて、飽和モデルを作成しています。ちょっとこれ私がちょっとよく分かってなかったのが、このアルファプラス、最初、A プラス L プラスのこの A かけるの積項っていうの
のモデルにするのかなと思ったんですけど、今回の、シミュレーションでは積光だけを入れていました。なんでちょっとそれに倣って私も今回はこういうモデルを組んでいます。じゃもしこの辺ちょっとお分かりになれる方がいらっしゃったら教えていただきたいです。で、説明続けていきます。で、先ほど説明した通り、データセットを当てはめても実際のパラメータ推定に使えるのはオリジナルの部分だけですね。こっちで言うと、この20行目までだけです。で、この時にアルファと、このベータの値を推定することで、バイオを測するモデル式を得ることができます。で、今回は R を用いて、こんな感じでパラメータ推定してきました。で、GLM っていうのは、ごめんなさい、この R の1行目は GLM っていうのは、一般化線形モデルの、関数ですね。で、今のこのモデル、を y ほにゃらで a かけ×l みたいな形でこんな感じで指定してきました。で、データはテーブル22で指定しています。で、サマリーで、それぞれの結果っていうのを出すことができます。で、このコエフィシエンツっていうところが、各推定値の値ですね。で、エスティメートって書いてあるのが、それぞれの係数のベータの値ですね。これ見ると、そうですね。あ、A と L っていうのは、エスティメート出てますね。だから、これもしかして勝手にこういうモデルになるんですかね。あ、もしもし、ジュニア君。はい、これね、はい、A×L っていうのは、R で、はい、R のコードで A×L ってすると、A プラス L プラス A×L って簡単に書けるんだよね。あ、そういうことなんですね。すみません。ちょっと今まで、これ明示的にしか書いたことなかったんで、そういう機能しいや、俺もこれがいいと思うんだけど、これ今順位が書いてるので合ってます。はいはい、はい、書いてるあの式で。じゃあごめんなさい、これはミスリードですね。なんでモデルとしてはこのモデルですね。フォアモデルの定義っていうのがこの各それぞれの特徴説明変数に対してプラスでこの積項を加えたものっていうのがあのフォアモデルの定義なので、フォアモデルって言ったらこれになるはずなので、はい、そうですね。ごめんなさい。ちょっとこちらは、一旦忘れてください。はい。ということで、各それぞれの、ベータ1、ベータ2、ベータ3っていうのが、このエスティメイツで得ることができます。で、で、次に、この、先ほどの予測したパラメータをもとに、セカンドとサードブロックの Y っていうのを予測していきます。で、その予測っていうのは、プレディクトっていう関数を使って簡単に求めることができます。で、テーブル22に predicted.meany っていう列を追加します。で、ちょっとごめんなさい、項目名消えちゃってるんですけど、それがここの赤の列ですね。で、それぞれセカンドブロック、サードブロックに対して適用すると、こういった predicted.meany っていうのを得ることができます。で、最後に、これを平均しましょう。で、3で得たこのセカンドとサードブロックの Y の予測値の平均値を計算して、スタンダーダイズドミーンというのを得ることができます。で、今回 L イコール1というのは 60% で、L イコール0というものが 40% いるので、L イコール1の行に多くの重みが与えられていることになります。で、じゃあ実際 R で計算するってなったときに、このミーン関数を使って平均化していきます。で、一番上っていうのはオリジナルデータの平均ですね。これは特に気にする必要ないです。注意すべきはこの2つ目と3つ目ですね。2つ目がインターブイコール0なので、これは、アントリキッドのデータですね。つまりセカンドブロックの結果になります。これの、コンディショナルミーンの平均値は 0.5。で、インターブイコール1、これはサードブロックですね。この、つまりトリキッドの場合の、コンディショナルミーンの平均値では 0.5 になっているので、これは先ほどのチャプター 2.3 の結果と一致しています。でもこれ割り算したら1なんで、特にその介入による効果はないっていう結果になりますね。じゃあ次に今って、簡単な、そうですね、介入が1個あって、で L が1つで Y を推定するっていうものだったんですけども、じゃあ実際に NHEFS みたいに、実際の生データというか、こういうふうに高次元の L がある場合にも、この手法って使えるのかなっていうところを見ていきたいと考えています。で、使用するデータは、WhatIf で提供されている NHEFS のデータです。じゃあ、まず、0番としてデータの読み込みを行いましょう。ちょっと、ここ少しだけ嘘つ
入れて、使用したプログラムは、R のデータをそのまま使うと、どうしても、ライブラリが読み込めないものがあったんで、このデータの読み込みの部分だけは、勝手に自分で手組みしてます。まあ、リード CSV しただけなんですけど、まあ、こういうふうに、リード CSV して nhefs.csv の値を、この nhefs っていうデータセットの名前で定義しました。で、次にこのセンサーの値っていうのを定義しました。で、この WT82 っていうのが今回の、目的変数ですね。なんで、この ISNA っていうのが NA かどうかというものを返す関数ですね。で、もしこれが NA の時に1、NA じゃない時に0っていう結果を返します。で、それは、まあ、打ち切りの情報として、このセンスという列に保存されます。まあ、具体的に出してみると、この NHEFS の WT82 とセンスだけ出力したものがこちらです。まあ、ほぼほぼ000と入ってきて、この WT82 が NA の時のみ、このセンスというものが1がついているものになります。じゃあ、先ほどと全く同じシチュエーションでやります。データセットのまず拡張ですね。やったことってさっきと全く同じで、まずオリジナルデータのインターブっていうのにマイナス1を定義しましょうと。で、インターブ0っていう、インターブ0にまず一回 NHEFS っていうのをまず一回コピーしますと。で、そのインターブっていうのに0を指定しましょう。で、今回 QSMK っていうのが喫煙のフラグなので、喫煙、嘘つきました。禁煙のフラグですね。介入ですね。なんで一回このセカンドブロックには全て0を入れましょうと。で、WT8271 の、値っていうのが、今回の目的変数なんで、ごめんなさい。さっき WT82 が目的変数って言ったんですけど、それは目的変数じゃないですね。WT82 っていうのが82周目だったかな。82周目の、体重の話なので、この WT82-71 っていうのがその差分になります。なんで、今回の目的変数はこちらですね。WT82-71 っていうのが目的変数になります。なんで、こちらに対して NA っていうのを入れていきます。で、次に、サードブロックですね。まあ、同様に、この禁煙が1のケースで作っていきます。で、それをすべて、縦に結合して、ワンサンプルっていう名前で保存します。で、次にモデリングですね。モデリングは、まあ、こういったモデルを組んでます。まあ、これちょっと省略しちゃったんで、この R のコードを見ていただいた方が早いかなと思ってるんですけども、まあ、この QSMK っていうのが、禁煙したかどうかですね。で、性別、人種、年齢。で、年齢については、2乗の項、まあ、2次項を入れています。で、エデュケーションとか、スモークインデンシティとかっていうのの、モデルを作っています。で、これを一般化線形モデルにかけた結果が、こちらの、この右の結果ですね。で、こういう高エフィシエンツにそれぞれの、推定値があるので、まあ、こちらでこのモデルのこの推定値というのを得ることができます。で、最後に予測ですね。で、2で推定したパラメータをもとに、セカンドとサードブロックの y の値っていうのを予測していきます。っていうので、ワンサンプルのプレディクティッドミーン y っていうのを、また同じようにプレディクト関数を使って、算出しました。で、最後に平均によるスタンダーダイゼーションを行います。で、3で得たセカンドとサードブロックの y っていうのを y の予測値の平均値を計算して、スタンダーダイゼーションミンっていうのを得ることができます。今回セカンドブロックは真ん中のものですね。インターブ0のものです。で、これの、平均を取ると 1.660267 になりました。で、次にインターブ1っていうのがサードブロックのものですね。でこの平均を取ると 5.17 になりました。なんで、今回の平均因果効果は 5.18 から 1.66 を引いた 3.52kg。95% 信頼期間は 2.6 から 4.5 となりました。で、なんで突然 95% 信頼期間が出てきたのかっていうと、実はまだこちら計算してません。詳しくは、テクニカルポイント 13.1 でお話させていただこうと思うんですけども、この平均因果効果の 95% 信頼期間っていうのは、今回ブートスラッピングっていうのを行って算出しています。で、ここを読んでみてちょっと素朴な疑問だったんですけども、これ例えば、さっきのこのモデル
ですね、これが過学習してたり、または学習が足りなかったりすると、この出てくる Y のこの推定値ってあんまり精度が悪いんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、この対策って必要ないのかなっていうところをちょっと今、個人的な疑問に思っています。なので、もしちょっとどなたか詳しい方いらっしゃったらご教示いただけたら嬉しいです。はい。じゃあ、13.4 に進んでいきたいと思います。で、13.4 で理解すべきポイントとしては、スタンダーダイゼーションと IP ウェイティングの結果っていうのは、モデルを使用する場合に一般的に異なります。でも、なので、解析の際は、スタンダーダイゼーションと IP ウェイティングはどちらもやってみた方がいいです。で、可能であれば、ダブリードバスエスティメーションもやってみた方がいいです。っていうところをご理解いただけたらなと思います。じゃあ、まず、チャプター2でやったみたいに、基本的にスタンダーダイズドミーンと IP ウェイティングの結果って基本的に等しくなります。ただ、こういうふうに等しくなるのは、それらを推定するときにモデルが用いられていないときだけですね。すなわち、一番最初にご説明したみたいな層で分割して、その層の中に占める人数とかかけてとかってやっていく場合だけですね。で、モデルで推定する場合には、結局その IP ウェイティングとスタンダーダイゼーションって使用するモデルが異なるので、もちろんこの最初アウトプットっていうのは一般的に異なってきますよねっていう話ですね。で、おさらいなんですけど、IP ウェイティングの場合は、この、PR A イコール A、C イコール0の、L を与えた時の A イコール A、C イコール0の割合を、この PR の L を与えた時の A イコール A になる確率、および、PR の A イコール A と L を与えた時の C イコール0になる確率から推定したというものですね。その時には、ロジスティックリグレッションモデルを当てはめて推定しています。スタンダーダイゼーションの場合は、先ほどご説明した通り、この、コンディショナルミンっていうのを、パラメトリックリニアリグレッションモデルを当てはめて、最終的に N で割って推定するっていうことをやっていきました。で、したときに、じゃあ結局、IP ウェイティングとスタンダーダイゼーションってどっちで計算したらいいんだろうっていう話になると思うんですけど、これは、結論どちらでも計算してみましょうと、いうふうに提案をしてますね、このワットイフでは。で、なんでかっていうと、どちらでやるにしてもモデルのミススペース、スペーシフィケーション、要するにそのモデルの指定ミスですね、を避けることっていうのはちょっと難しいです。モデルの指定ミスって言ってるのは、例えば、必要な共変量を加えていないとか、本当は2次で、読み込まなくちゃいけないのに線形で読み込んでしまったとか、そういったものですね。要するに、データの形と、を正しく反映したようなモデルを設計できていないことを表しています。でかつ、そういう、モデルの指定間違いっていうのが起きているかっていうのもちょっとよくわかりませんと。なんで、この2つのアプローチで評価することで、もし結果が大きく異なりましたとしたときに、少なくとも片方は、なんか深刻なこのミススペシフィケーションっていうのを起こしていると評価することができます。ただもちろん、そんなに可能性高くないと思うんですけど、結果が一致している場合に、どちらのモデルっていうのも、モデルの設定ミスっていうのを起こしている可能性はあります。なので、こちらファインポイント 13.2 でご説明させていただこうと思うんですけど、ダブリーロバストエフェクトエスティメーションっていうのを用いると、いずれか片方で正しくモデルを推定できていれば、正しい因果効果を推定することが可能となります。で、スタンダーダイゼーションは、プラグイン GU フォーミュラって言われています。で、その理由としては、GU フォーミュラのコンディショナルミンアウトカムっていうのをその推定値置き換えているためです。まず GU フォーミュラって、何かっていうと、この右のようなもの、一回この、こういう代号を考えてみましょう。C が X と Y に関連していると思うんですね。で、で、この三つ目ですね。っていうのが今回の、この、スタンダードICステーションの式とほぼほぼ同じですと。で、なんで、ここの部分ですね。を、今回そのモデルで得た推定値に置き換えています。なんで、プラグイン G フォーミュラっていうふうに言われているらしいです。で、こういうふうに推定値がこのパラメトリックモデルから得られる場合に、パラメトリック G フォーミュラとも呼ばれているらしいです。で、パラメトリック G フォーミュラって何かっていうと、
この A と L で層別化した時のアウトカムの分布の関数、まあ、確率滅亡関数とかからですね。で、得られた推定値を利用してスタンダーダイズドバリューを計算する手法です。まさに今回のスタンダーダイゼーションですね。で、特徴としては、ちょっとこういう話よくわかんなかったんですけど、時間依存性共変量が存在しない場合は、L の分布のパラメトリックモデリングを必要としないらしいです。ごめんなさい。これちょっとごめんなさい。よくわかんなかったんで、もしわかる方いらっしゃったら教えていただきたいです。で、まあ、結論としては、まあ、IP ウェイティングとスタンダーダイゼーションっていうのはどちらかじゃなくて、まあ、可能であればどちらもやった方がいいよね。というのが結論です。で、さらに可能であれば、ダブルロバスって書いてあるのダブリですね。ダブリロバスメソッドっていうのも、まあ、使用する。っていうのが重要になります。で、まあ、この章の最後に、まあ、今回は全体のアベレージコーザルエフェクトっていうのを推定しましたが、まあ、特定のサブセットに限定したアベレージコーザルエフェクトっていうのも計算可能です。まあ、その場合は、計算対象のサブセットを単純に限定するだけですね。で、その他すべて同じやり方で実施可能となります。まあ、例えば、その男性の中だけで見たいという話ですね。で、13.5 に行きます。13.5 でご理解いただきたいこととしては、モデルを用いて推定した場合に、その結果の妥当性を示すことがとても難しいということですね。で、少なくとも、まあ、この3点が成立していることを示すことが重要になります。1つ目が、エクスチェンジャビリティとポジティビティとコンシステンシーですね。2番目が、変数が正しく設定、測定されていること。で最後に、モデルが正しいことです。で、推定値の妥当性を示すのって、まあ、すっごい大変です。で、じゃあ推定値の妥当性ってどうやって示していくかっていうと、この示した3つの条件が、まあ、少なくとも近似的に成立しているよねっていうことさえ示せれば大事です。示せれば OK です。というのは、今、申し上げたようなこの3つですね。で、最初、このエクスチェンジャビリティ、ポジティビティとコンシステンシーについてお話しさせていただきます。でまず、エクスチェンジャビリティについてですね。こちら、まあ、この What if でも何回か出てきてるんで、今更感はあるんですけども、一応おさらいします。で、今回のレディは9つの測定された共変量 L のもと、コンディショナルエクスチェンジャビリティが成立している必要があります。っていうのは、そうですね。ごめんなさい。この式、ちょっと間違えちゃったんですけど、ね、L を与えたときっていうのを抜けれるんで、まあ、結局こう、エクスチェンジャビリティの定義としては、まあ、こちらですね。A イコール1を与えたときも、A イコール0で与えたときも、まあ、期待値が同じですよというものですね。要するに、この図で、表してみると、例えば条件 A の人は、男性で25歳でとかっていう各、共変量の値があるとします。で、その時に、じゃあ3キロっていうのが、まあ、推定値、3キロ、プラス3キロっていう推定値を得るとします。で、条件 B の人っていうのは、女性で32歳でっていう条件を与えた時に 2.3 キロとします。で、仮に例えば条件 A の人が、まあ、これちょっと現実には起こり得ないんですけども、仮にこの条件 B の人と同じ条件ですね。この女性で32歳でっていう条件が与えられたときに、まあ、この人も同じくプラス 2.3 キロになるんだよという、まあ、そういうイメージです。で、このエクスチェンジャビリティを成立させる、成立を示すのはなんで難しいかっていうと、まあ、こういった妨げる要因があるからですね。例えば一つ目としては、測定されていない行楽。で、もう一つはセレクションバイアスを、例えば調整してしまうとか、まあ、そういうところですね。で、こういったのがあると、このエクスチェンジャビリティっていうのが成立しません。で、さらにこの測定されてない行楽とかっていうのは、じゃあそういったものがあるのかないのかみたいな議論になってしまうので、まあ、なかなかこれをちょっと成立してますって強く言うのが難しいところにもなります。で、次にポジティビティについてですね。で、ポジティビティっていうのは、A イコール H と1と A イコール0の時で、この共変量 L の分布っていうのが完全にオーバーラップしていないといけないというものになります。で、じゃあちょっと分かりにくいのでイメージ出してみました。ポジティビティが成立しない例っていうのは、例えばこの2つ分布があります。で、1の時、まあ、グループこの緑と赤でちょっと、分布がちょっと異なるのが分かると思います。で、ポジティビティが成立している区間っていうのはこの点線の内側ですね。で、一方で、外側っていうのはオーバーラップしてないんで、まあ、こういった例になると、ポジティビティが成立していないというふうに言うことができます。
で最後にコンシステンシーですね。これは実際に観測される値とカウンターファクチャルアウトカムが等しいことを指しています。式で言うとこちらですね。で、これなんかちょっと、なんかこれ一番ふわっとしてるなと思っていて、じゃあどういったときにこのコンシステンシーが崩れるのかなっていうことをちょっとまとめてみました。で、じゃあその前に、それを説明するために、じゃあ介入についてご説明します。で、本書で取り扱っているそれぞれの介入には複数の方法があることが見込まれます。例えば、まあ、禁煙というふうに一言で言っても、例えば、段階的に喫煙を減らしていったりとか、まあ、ある日から突然喫煙をやめたりとか、まあ、喫煙しないにしても、その喫煙を増やしていったりとか、まあ、喫煙を減らすけどゼロにはしないとか、まあ、こんな感じで、一言でその喫煙とか禁煙とかっていうとしても、いろんな手法が多分人によって捉え方も異なってくると思いますし、っていうので、まあ、これが、まあ、それぞれによって効果が異なることが想定されます。で、これは、前提としてランダム化によって偏りなく、こういったものが全部均等に割り付けられているっていう想定があります。なので、コンシステンシーっていうのが、一定担保されるっていう話になると思うんですけども、この想定が崩れると、このコンシステンシーっていうのが成立せずに、なんか、例えばある群にこの段階的に喫煙を減らすっていう人が固まっちゃって、まあ、なので、その禁煙の効果っていうのはちゃんと出なくて、このコンシステンシーが成立しないみたいなことが、まあ、起こり得ますよっていう話ですね。で、次に、2番目ですね、変数が正しく測定されていることっていうのも示す必要があります。で、A とか Y とか、または行楽因子 L の系統的な測定誤差は一般的にバイアスをもたらします。まあ、なんで、まあ、どういうふうに測定したのかっていうメソッドの記載っていうのが重要であるというふうに考えています。測定したというか、測定するのかですね。ごめんなさい。したじゃあ、後の末ですね。なんで、ちゃんとした研究計画が必要ですよねっていう話だと思います。で最後に、モデルが正しいことですね。で例えば、本章では、まあ、こういった形で二次式でモデル指定していましたが、本当は3次とか4次の関連があったかもしれないです。でそうしたときに、この交絡を完全に調整しないということが、発生します。で、まあ、なんで、まあ、L に全ての交絡因子が指定されて、まあ、仮にですね、で、誤りなく計測されていたとしても、モデル式が異なっていたら、バイアスをもたらします。まあ、ということなんで、まあ、これらの条件が成立していることを示すことができれば、正直データ分析、まあ、この因果推論ってとても簡単ですと。でも、この簡単に示すことができないから、まあ、難しいというふうに言われます。で、さらに、これが成り立ってないんじゃないのっていうふうに批判されたとしても、反論が難しいものになります。まあ、例えば、まあ、モデルの使用については、まあ、例えば感度分析などで妥当性を示すことっていうのは、まあ、まあ、一定できるかもしれないですけど、測定されてないコーラス、とかって言い出すと、まあ、ちょっとどうしてもキリがないです。なんで、とても難しいですっていう話ですね。で、因果推論のタスクっていうのは、まあ、こういった条件がほぼ満たされているっていうこの仮定に基づいて、カウンターファクチャルアウトカムの欠如っていうのを補っています。で、これらの条件から逸脱すれば逸脱するほど推定される効果っていうのはバイアスを含むことになります。なので、まあ、一応このほぼ満たされているという仮定に基づいているものの、ちゃんとこういった条件が成立しているかというのは常に懐疑的になって議論をしていく必要があります。というところで、一旦、13.5 まで書き足でお話ししましたが、一旦ここで質問とかって受け付けた方がいいんですかね。もう、突っ走っていいですか、最後まで。あ、もしもし、突っ走っても大丈夫なんですけど、はい、時間もちょっとあれなので、はい、ファインポイントの 13.2 まで、はい、テクニカルポイントの 13.2 は、まあ、一瞬で終わるなら話してもいいと思うんだけど、一瞬では終わるかもしれないですね。なんで、ファインポイントの 13.2 までで、なんかまあ、いい感じになるかなと思っています。わかりました。じゃあ、ファインポイント 13.2 までやります。はい。まずファインポイント 13.1 ですね。これはポジティビティの話です。で、ポジティビティというのは、まあ、IP エイティングと同時にスタンダーダイゼーションでも必要になります。で、
まあ、何でかっていうと、まあ、この、この時ですね。場合、この E の A イコール A、A イコール A と L イコール L を与えた時のこの Y の期待値っていうのがアンディファインドになってしまいます。まあ、ただ、スタンダーダイゼーションと IP レーティングではポジティビティ違反の影響がちょっと異なっています。まあ、なんでかっていうと、パラメトリックモデルで外装していれば、ポジティビティ違反を一旦無視することができます。例えば、エイジでここまでしかいない場合でも、まあ、こういった一定のこの関係性が見れるのであれば、これを外装していれば、まあ、この測定されていない区間っていうのを補うことができて、まあ、ちょっとそのポジティビティっていうのを、まあ、その無理やり成立しているんですよっていうふうに持っていくことも可能です。まあ、ただ、注意点としては、まあ、外装ってあくま、外装の層が間違えてますね。ごめんなさい。外装はあくまでデータが無限にあっても推定できない区間の推定というのを目的に行うものです。なんで、データが足りないから、外装しますっていう考え方ではないです。なんで、まあ、外装できるんでデータ量って少なくてもいいよねっていうのは成立しません。で、で、さらにこのことが IP レーティングよりもスタンダードアディションっていうのを推奨することにはなりません。まあ、なぜかっていうと、まあ、標準誤差って小さくなるんですけども、これは、まあ、バイアスを含んでいきます。この外装することによってですね。で、このバイアスっていうのがこの標準誤差よりも多くの推定の誤りを生むこともあるので、なんで、ちゃんと、IP レーティング、スタンダードアディション、どっちもやりましょうねっていうのが結論になります。次にテクニカルポイント 13.1 ですね。で、まあ、こちらの、前提としては、ごめんなさい。ごめんなさい。テクニカルポイント 13.1 はブートストラッピングの話です。で、まず前提として、効果の推定値っていうのは、標準誤差とか 95% 信頼区間などのランダム、ある程度のランダム性の変動っていうのを考慮して表現されます。なんで、基本的にも平均値だけって出すんじゃなくて、まあ、そこから例えば標準誤差がここからここまでとか、95% 信頼区間がここからここまでみたいな、まあ、そんな形でよく表現されるんですよね。で、その、正確の推定値でも得ること難しいんで、まあ、大規模サンプルの場合っていうのは、まあ、簡単に計算可能な分布に、まあ、近似することによって計算されることが多いです。まあ、例えば正規分布とかですね。ただ、ちょっとその分布の形とか、まあ、例えば、挙変量が多すぎるとか、まあ、なんで、複雑すぎて大規模なサンプルでも簡単に計算可能な分布への近似っていうのはちょっと困難である場合があります。なんで、こういう時に、まあ、ブートストラッピングっていうのを行って、標準誤差とか 95% 信頼区間っていうのを推定するってことを行っていきます。で、ブートストラッピングの考え方ってどんなものかっていうと、まあ、例えば、この研究対象者1629人っていうのがいたとして、ここから、ランダムに復元抽出していきます。復元抽出って何かっていうと、ある人、A さんっていうのを抽出しました。で、これを、このブートストラッピングサンプルの N イコール1、N イコール1じゃないですね。N1 として定義します。で、終わったらこれを元に戻します。で、次にまたここから出していきます。で、次はまた B さんっていうのが N2 になります。で、また戻しますときに、例えばある時点でもう一回 A さんっていうのを引っ張ってきました。これも入れちゃって OK という考え方です。要するにデータの重複を許容します。で、それぞれのブートストラップサンプルの興味のある AT っていうのを今度は算出していきます。で、この AT の標準偏差っていうのが、まあ、標準誤差になって、この標準誤差を 1.96 倍すると、まあ、95% 信頼区間の推定になります。まあ、これ正規近似の考え方ですね。で、注意点としては、大規模なデータセットで推定を行う場合には、計算量が多くなる可能性があります。なんで、まあ、200から500程度のブートストラップサンプルで推定された推定値というのを参照することが、まあ、よく多いです。で、ブートストラップは、ブートストラッピングがある程度大規模なデータセットでないと、まあ、行えないっていうのもあります。結局、まあ、いい塩梅でやりなさいってことですね。で、実際今回、R でもやってみました。サンプルコードで、95% 信頼区間算出しました。で、コード長かったんで、結果だけ載せてます。
で結果がテキストと異なるのは、さっき出した、区間とちょっと異なる数字が出てます。まあ、なんでかっていうと、これ確率的にサンプルを作成しているためですね。まあ、こういう論理なんで、もちろんこのブートスラップサンプルに選ばれる、選ばれるサンプルによっては、この値点と変わってくるので、まあ、なので、テキストとちょっと誤差が出ているのかなと考えています。で、コードの説明は、すべて終わった後、時間があったらやります。で、最後、ファインポイント 13.2 ですね。で、本章で挙げられてた問題点としては、まあ、モデルのミススペース、モデルの設定誤りですね、を起こす可能性があるということ。で、なので IPW と、スタンダーダイゼーション、どっちも行って感度解析しましょうっていう話があったと思います。ただ、結局この結果が異なる場合に、どっちが正しいのか結局わからないです。しかも、どっちも間違えている可能性もあります。なんで、ダブルロバストエスティメーターで、推定してみましょうということが、このファインポイント 13.2 で挙げられています。で、ダブルロバストエスティメー、エスティメーター、まあ、エスティメーターか。っていうのは何かっていうと、こういうふうに、2つのモデルをまず作ります。1つは、この A イコール A になる確率です。まあ、A の介入が与えられる確率ですね。これを、モデル化しますというものと、もう1つは、まあ、最初に効果の期待値っていうのをモデル化するというものですね。で、モデル1とモデル2のいずれかが正しい場合に、正しい因果推論を得ることが可能となります。で、計算方法としては、まずモデル1作成します。モデル1っていうのは、先ほどの IP ウェイティングの考え方ですね。で、この WA っていうのをこの式で計算していきます。で、次にモデル2ですね。モデル2っていうのは、本チャプターで説明したような一般化線形モデルを、モデル化します。で、その時にこの R。R っていうのは、先ほどの IP ウェイトの、IP ウェイティングに求めた、この推定値ですね。こいつを、共変量として与えていきます。で、このモデル2の予測値点を利用して、まあ、先ほど今回でやったみたいな A イコール1と A イコール0の、スタンダーダイズドミンっていうのを取得して、まあ、その平均とってスタンダーダイゼーションを行います。まあ、そんな形でやっていくものですね。で、まあ、軽くだけテクニカルポイント 13.2 で触れると、ここで得られるバイアスっていうのはこの式になるんですよ。で、この BL、B スター L っていうのが、まあ、これが、モデル2、B スター L っていうのがモデル2の推定値ですね。で、これは、モデル2の実際のリアルの値です。で、こっちは、モデル1ですね。で、これモデル1のリアルですね。で、もし、どちらかが、一致してたら、片方ゼロがかけられるんで、このバイアスがゼロになるっていう、まあ、そういう考え方になってます。戻ります。で、W ロボストエスティメーションについてまとめると、IP エイティングとスタンダーダイゼーション、どちらかのモデルが正しければ、正しい因果効果を得ることができますと。で、どっちのモデルでもミスオペース、設定誤りしている場合は、まあ、結局正しい因果効果を得られないですよっていうところだけ注意点ですね。なので万能ではないです。で、ここで嬉しいのが IP エイティングとスタンダーダイゼーション、どっちが正しいモデルなのかっていうのを意識する必要ないです。っていうのは、まあ、さっきの数式の通りですね。まあ、これどっちかが、ゼロになればいいので、結局どっちがゼロになったかっていう特に意識する必要ないですと。で、個人的な疑問としては、じゃあどっちも正しくないときって、この W ロバストエスティメーションの結果ってどうなるんだろうっていうところを、ちょっとシミュレーションしたかったんですけど、ちょっとごめんなさい、時間取れませんでした。なんで、ちょっとこちらは時間見てシミュレーションしておきます。で、知りたいのは結局、どっちのモデルも誤ってたときに、どっちかの結果と一致するのかとか、一致しない場合に、まあ、どっちのモデルも誤っていたっていう結論を出せるんで、IP ウェイティング及びスタンダードアディションの結果と比較してみた方がいいんじゃないかとか、まあ、こんなことを考えてました。まあ、なんで、結局、私的には、IP ウェイティングもやるべきだし、スタンダードアディションもやるべきだし、W ロバストエスティメーションもやるべきだというふうに考えています。というところですね。まあ、ちょうど1時間ぐらいなんで、ここで終わらせていただきます。ブートストラッピングの、説明が、まだですが、
どうしましょう、やります?コードの説明。やってもいいです?あ、やりたいならやってもいいですよ。超簡単なんで、サクッといきますね。はい。まあ、これが今回行ったブートストラッピングのコードですね。で、このライブラリーブートってやつが、サクッとブートストラッピングを行ってくれるっていう便利な関数になります。ではまずは、スタンダーダイゼーションっていうものの、関数を定義しますっていうのがこちらです。で、これなんか長ったらしいことですけど、これ特別なことやってなくって、今回やったことそのまま書いてるだけですね。このデータを読み込んで、インターブマイナス1とか、まあ、0を入れて、1入れて、NA 入れて、まずここでデータセットを16行目までに作って、5行目から16行目までこの今回の全く同じ方でデータを作りますと。で、この23行目から29行目までで、モデルを作ってリフトして、それぞれの期待値出しますというものですね。で、最後に、それぞれの、平均値っていうのをリターンするっていうものになります。なので、これ完全にただのスタンダードレーションですね。で、ここからが、本番で、この42行目からがブートストラッピングしてます。といってもそんなに難しいことは、まあ、してるんですけど、コードとしてはすごいシンプルです。このブートっていう関数がブートストラッピングしてくれますよという関数で、データに今回の NHEFS っていうのを指定します。で、スタティスティックスに、この先ほどのスタンダーダイゼーションっていう定義した関数ですね。この39行目までの関数の結果っていうのを指定します。で、R イコール5っていうのは、ブートストラッピングサンプルの数ですね。何かっていうと、この、ブートストラップサンプル1、2、3、4とか、これを5つ目まで作るっていう意味です。で、この、これで設定すると、結果で返してくれるんで、で、それの標準偏差を取ったものっていうのが、まあ、それぞれの、データセットじゃないです。それぞれの、なんですかね、オブザーブドとか、そのブロック2とか、サードブロックとかの、標準偏差になります。で、それを標準誤差として定義しています。で、最終的に、リザルトの T0 っていうのが、オブザーブドの平均値ですね。っていうのが、平均となって、さらにこれに対して、標準誤差を、これは Q ノルム 0.975 という標準、正規分布のこの 0.975 のポイントなんで 1.96 ですね、をかけたものを引くっていうのが、この LL、95% 信頼以下の下限ですね。で、UL っていうのが逆に上限になります。最後に、この結果のデータセットを作成しているだけというものになります。なので、すごくシンプルにブートストラップを行うことができますというものです。はい。以上で私の発表を終わりとさせていただきます。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。R のコードとかもあって非常に分かりやすかったです。そして、コメントいくつかというか、はい、まあ、いろいろじゃないですね、今回は。主に一つなんですけど、はい。ちょっと待ってくださいね。まずちょっと気になっ、一つすっごいか軽いコメントなんですけど、はいはい、P15 で、P15、はい、P15。はい、これですかね。この図なんですけど、年齢横軸じゃないですか。で、年齢図を取ってるので、はい、これこう y イコール x の軸に対してこう線対称になるようになると思います。ん、もう一回ですか。今これ a 字の平方根のグラフになっちゃってるから、はい、はい、平方根二乗根だよね、今回二乗だよね、二乗ですね。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。ただそんだけ。はい、ただそんだけで。確かに逆でした。はい。で、はい、次、やっぱりこう、で、
ページ36ページのところで、その時間性共変量の話でなんかよくわかんないって話してたと思うんですけど、はい、これは、はい、今は話さないで、パート3にも完全に回しますので、あんま気にしないでください。あ、わかりました。はい、で、はい、結局はその31ページかな、はい、31ページのところでこの素朴な疑問がずっと、はい、たっぷりこれも素朴な疑問を話し続けてるんですけど、すいません、ありがとうございます。ですね、ちょっとこれ、純也くんのこの素朴な疑問の気持ちをもう少し詳しく、はい、話せますか。あ、はい、例えば今回ってですね、どこだ、ここですね、よいしょ、この結局セカンドブロックとサードブロックのこの y の値予測しますっていうのが肝だと思ってるんですよ。うん、なんでこの y の値っていうのが、まあ、ちゃんとそのリアルな値にどれだけ近いかっていうところが求められるかなと思っていて、まあ、ちょっと機械学習的な考え方ですけど、うん、でそうした時に例えば科、まあ、学習とかしてたりとか、まあ、学習が足りなかったりすると、この y の値っていうのはまあ正しく出てこないっていうふうに考えてるんですよね。うん、そうした時に、うん、そこで計算して果たして何か意味があるのかなっていうところがちょっと疑問なんですよ。うんうんうん、結局このA の値っていうのを変えてるんで、オリジナルデータとはやっぱ違うものじゃないですか。うん、というので伝わりますかね。はあ、そうね。A の値を変えてるからオリジナルとは違う。まあ、例えばこのヘスティアさんですかね。この人って L0、A イコール A1、Y0 だときの Y0 を取れてるじゃないですか。けど今これって、00で定義してあるんで、まあ、これ言ってみたらオリジナルとは違いますよねっていうところだと思っているんですけど、まあ、これちょっと例がちょっとこの2変数、あ、いや、これって、はい、その、コピーしたデータセットがセカンドブロックとサードブロックあるじゃないですか。うん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 、で、なんだっけ、その次のスライドとか、次のスライドかな、うん、ロジスティック当てはめるところありますよね。うんうん、Y についてのモデル組むところ。うん、そこのところでは、結局、Y についてあ、そこじゃん。次。ここ。ここで、GLM で、Y が、チルダの A スター L ってやってるじゃないですか。テーブル22を使って。はい、で、この段階で結局、Y のデータは、その NA である、その、うん、なんだっけ、セカンドブロックとサードブロックは使ってないんですよね。使ってないですね。だから、結局さっきの、なんか、純也くんが言ってた、うん、A の値が変わってるっていうのはちょっと違うんじゃない。結局はそのオリジナルデータに対して推定してるんじゃなくて、テーブルそのコピーの左のところしか使ってないんじゃないのかなと思ったんですけど、うん、さっきの今の値が違うってことに対して、いや、しまって、でもこのヘスティアさんからしてみたら、出したいのってカウンターファクチャルアウトカムじゃないですか。うん、のものになるので、結局そのモデルが正しくないと、結局正しい判事象のその結果って出てこないんじゃないかなと思ってるんですけど。どうかな。ちょっとなんか、うまく言葉が出てこないな。そうですね、ベンキーさん、カウンターファクチャープレディクションに詳しい人。ちょっとなんか頭がこんがらがってきたな。すみません、私がこれちゃんと事前にしっかり考えておかなきゃいけないんですけど、ちょっとどうしても分からなくて。どうしようかな。なんか、ちょっとこの今のこの A をどうのこうのの話は、はい。ちょっとここで切りましょうか。なんか、はい、はまりそうですね。うまくまとまらない気がするの、今この時間ではまとまらない気がするので、すみません。はい、で、全体的に、このなんだっけ、今のこの科学習とか、そこら辺について、コメントある方いらっしゃいますか、
それとりあえずその今この何ですかこう、はい、発展として、うん、こう自分の意見をパッとまとまってる方は、はい、発言できるかつ自分の意見がまとまってるって方はいなさそうなのであの、はい、これは、はい、あの学生の議論にしましょう。はい、時間があったら僕もこれ多分シミュレーションできそうな気がするんでシミュレーションします。そうね、うん、はい、お願いします。あ、ごめんなさい、ああちょっと見てにですけど、はい、このデータセット分けたのって、うん、そもそもこのプロバビリティ L イコール L を推定するのが大変だからっていう文脈で出てきたんじゃなかったでしたっけ。あ、そうです、そうです、そうです。だとするとこれはあくまで L の、まあ、あの実際の L を使って、あの計算しますよ、あの、期待値の代わりに実際の L を使う、プロバビリティ L イコール L の代わりに実際に L のをそのまま使って計算しますよっていうだけなので、うん、ちょっとどのあたりに引っかかったのかがちょっと今一つわからなくて。そうですね、そうですね、ちょっと待ってくださいね。そうですね、その今の三谷さんの意見っていうのは、はい、一番左側 の、 そのデータセットだけで今の話は関係してるんじゃないの、はい、ってことですか。いや、この確かページ164ページでこのデータセット2つ分けて、分けたのは何で分けたのかっていうと、確かこの真ん中あたりですよね、あの、シグマ L についてのシグマを取って、最初の、Y についてのモデルにプロバビリティ L イコール L をかけたものの、期待値を取りたいっていうような話だったので、それにそのプロバビリティ L イコール L の部分のモデル化ができないので実際のL をそのまま入れて A イコール0と A イコール1はあの入れるっていうだけなのっていう話で、うん、どういう疑問だったんですか。まあ、正直このケースだとその、はい、0と1の組み合わせで、まあ、推定できてるんでこれはちゃんと問題ないと思ってるんですよ。ただ例えば、はい、今回のこの高次元のデータとかになった場合に実際こっちの学習するときに出てきてないデータが発生すると思ってるんですよね。それこそがその、 あのコーザルインフェレンスをやりたいっていう、元のモチベーションですよね。そのはいはい、そうですね。 A イコール0の時の L の分布と A イコール1の時、まあ、その違うと A が違う時の L の分布が違うっていうのがあのコーザルインフェレンスをやりたいっていうことの最初のモチベーションで、今回の場合は A と L を一緒に入れて、あのごめんなさい、モデルアウトカムモデルアウトカムリグレッションのモデルによって、式を立てた上で、はい、それに対して、はいはいはい、まあ、L の分布プロバビリティ L をかけて、A イコール0と、でプロバビリティをかけるっていう話なので、そうですね、はい、ごめんなさい、自分の中の疑問お話ししててなんとなく今解決しちゃいました。解決しました。ごめんなさい、僕も何言ってるのか分かんない、自分で何言ってるのか逆に分かんなくなってきたんですけど、いや、私があの気にしてたポイントがですね、あの、はい、やっとなんか言語化できたんですよね。あの、要するにポジティビティが成立しないときってダメなんじゃないっていうだけの話でした。僕、あの、私が疑問に思ってたこと。で、それはモデル使ってるから、ポジティビティが成立しないのはダメなんじゃないが、別にメトリック使ってるか関係ないんじゃないかな。いや、結局それって成立してることを前提に考えなくちゃいけないから、そこは別にもう議論する必要もない
っていう話だけだと思ってるんですけど、ね、はい、なんで解決しましたっていう感じです。ごめん、俺が解決しない。気にしてたのが、そのこの学習で言ってみたら、これって学習データでテストデータじゃないですか。このオリジナルが学習データで、セカンドサードっていうのがテストデータになって、えっていう話にならないですか。えあん、あ、テストで、まあ、ここで言ってみたら、モデル作るのはここでやります。ああ、なるほど。あ、分かった分かった。うん、そうね。で、適用するのはこっちじゃないですか。うん、で、例えば、こっち側の、例えば01って出ているので、まあ、01の組み合わせ、まあ、こういったものは、あの、ここで出てきたものだから、そのまま使えますなんですよね。うん。けど、例えば、ここに02っていうのは、例えば、仮にあるとするじゃないですか。そしたら、ここの y の値って、いや、信頼性なくないと思ったんですけど、よく考えたら、これって、ポジティビティが成立してる前提だと、こういうデータ発生しないので。はい。なんで、ごめんなさい。大丈夫です。うん。そうだね。なんで、むしろ、科学習させるぐらいでちょうどいいような気がします。ちょっと、僕がスイッチって言ってないんで、やっぱりスタッフでもうちょっと言葉を吟味しながら議論した方がおそらくいいと思うので、はい、そうです、これ終わりしましょうか。そうしましょう、はい、すいません、はい、いや、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に何か軽いコメントがあったら、よし、いいですかね。それでは、今日はここでおしまいにします。次回は8月の30日の、日曜、日本は日曜日です。で、あともう一つ、なんだっけ、連絡しなくちゃいけないのが、10月25日に予定していた、タイムバリエントの話なんですけれども、これ1回で終わらすつもりがちょっと重いので、2回に分けることにしました。なので、10月31日が最終日だったんですけれども、11月7日が最終日になります。以上です。それではまた来週よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。